どうぞ。畏敬の念とともに捧げん。無限の闇より運命の定めしてが、深夜の月が黒き翼で舞い上がり、最後の明かりを待つのみ。生にも死にもマザーミランダに栄光を。おい、覚えてるか。城じゃ危うく死にかけた。この村で一体何が起きてるんだ。死にかけたということは生きてるということ。賢者と交わす問答じゃ。とぼけるなよ。まだローズが見つからない。あの子はどこへ連れて行かれた。もう手遅れじゃ。いや、正しくは手遅れになりかけている。あの子は生贄となる。命に捧ぐため。中世の話じゃあるまいし、ただの赤ん坊だ。四つの家紋を探せば道が開けるかもしれぬぞ。謎かけしてる場合じゃない。探してるのは娘だ。謎が解けた時、謎かけではなくなる。待てよ、見覚えが。おい、待ってくれ。
来ましたね。ここなら会えると思っていました。無駄骨だった。そうですか。でも何か手に入れられたのでは。ああ、何かはわからないが。おや、娘さんがその中にいるじゃないですか。何を言ってる。よく見てごらんなさい。その瓶には頭部が入っているようですね。いや、そんな、なんで。ローズ様は。ちょっと黙っててくれ。いや、こんなのありえない。嘘だと言ってくれ。娘さんはまだ死んではいませんよ。特別な力をお持ちなのです。一体誰がこんなことを。助ける方法ならあります。助ける。何言ってる。どういうことだ。村の西側に赤い煙突の家があります。そこにいる男を訪ねなさい。この話の続きはその後で。もったいぶるなよ。何なのかさっさと答えろ。私を信じなくても結構ですが、娘さんのためです。どうぞお好きに。すべてはお客様次第。そうでしょ。騙したらただじゃおかないからな。ハハハハ。